はいどうも、発狂マシンガンの話です。はい、今回は、マドリードダービーガチャが来たぞーということで、今回はまあ、個人個人の選手でやっていくんですけど、まあ、第1人目は、ジョレンテ。ということで、今回はジョレンテのおすすめ育成紹介やっていきたいと思います。はい、ということで、ジョレンテ。まあ、一つ目がこれ、OMF かな。強いな。ジョレンテさ、通常で使ってんねんけど、マジで強いから、これは強いな。スキルが満州。今回、もう今回ある。アウトスピン。スルバス。いやー、さすが。結構どこでも使えそう。ST、OMF、CMF、サイドバックでもいけそう。ということで、一つ目がまあこんな感じ。まあこれ CMF でもいけるかな。OMF、CMF あたりがこれ。はい、ってことで、サイドバックならこんな感じかな。強いな。ジョレンってどこで使ってもこれは強い。ディフェンス能力高くて、フィジカルもあって、足元あって、スピードもある。で、スタミナもしっかりある。さあ、最後、これ ST かな、これは。まあ、これはまあそんなかもしれんけど。まあ、一応 ST ということで。まあ、さっき紹介した一つ目と二つ目がおすすめかな、今回、ジョレンテ君は。いやー、これ当たったら当たりですね。通常であんだけ強いから、いや、欲しいな。ってことで、第一人目は、まあ、ジョレンテということで、まあ、釣りも出すので、チャンネル登録して待っていただけるとありがたいです。ということで、チャンネル登録、高評価、コメント、お願いします。Ah!